442ですね。素晴らしいんじゃないですか今の崩し。前日通り。ナイス。PS4 トーナメントオープンシリーズ開催記念チャレンジ企画。皆さんこんにちは。元サッカー日本代表の中田浩二です。前回は犬飼選手が FIFA20 をプレーしたと思いますが、今回は私がプレーさせていただきます。で簡単に自己紹介をしますと、現在は鹿島アントラーズクラブリレーションオフィサーということで、クラブとステークホルダー、まあ、パートナーだったり行政をつなぐ役割、まあ、主にサッカーを指導するっていうよりも、ビジネス的要素ですね、そういう形で、業務をこなしているという形になっています。まあ、今 J リーグがこれから再開していく中で、犬飼選手からね、バトンをしっかり受け継いで、サッカーを盛り上げるためにも、大会に出て、頑張りたいと思います。じゃあナスリ選手自己紹介をお願いします。鹿島アントラーズ e スポーツチーム所属のナスリです。FIFA 歴は5年くらいで、最近は世界大会などに出て活動しています。今回は中田さんのサポートを務めます。よろしくお願いします。そういえば最近は J リーグの開催に向けてチーム状況はどういった感じですか？はい、まあ、コロナで、チーム自粛、活動停止っていう形になってたんですけども、まあ、徐々にこう、プレーできるようになって、で、まあ、選手たちも、やっぱりサッカーをしたいっていう気持ちがものすごく溢れているので、すごくいい雰囲気でプレーしているし、またコンディション的にもね、モチベーション的にも今ものすごくいい状況で、こう再開を待ってる状況ですね。なるほど、楽しみですね。うん、楽しみですね。ところで中田さんは FIFA20 はどれぐらいプレーしてますか？はい、プレーを始めてまだ1ヶ月ぐらいですので、なかなかこう思い通りに動かせないっていうところがあって、僕自身の中ではこう綺麗なサッカーというか、ポゼッションをしながら、うまく幅を使いながらとか、ボールを運んで、で、綺麗にシュート、相手を崩して決めたいっていうところがあるんですけども、運ぶところはうまくいっても、やっぱシュートのところでどうしてもこうもたついてしまうというか、シュートコースがなかなか、ディフェンスがかわせない、シュートコースが開かない、だからこうどうしようかなって迷ってる時にもうボール奪われて、また攻められると、そういう状況があるので、ぜひナスリ選手に、そのゴール前の崩し方とかっていうのをこう教えてほしいなと思いますね。いいアドバイスができればと思います。ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。中田さんは設定画面触ったことはありますか？いや、実はなんですけども、触ったことないんですよね。なんかいいフォーメーションだとか、なんかあります？そうですね、フォーメーションと選手への指示がここで設定できます。はい、まずは中田さんのやりたいフォーメーションを組んでみましょう。はい、フォーメーションはもう 4-4-2 ですね。で、ある程度幅を使いながらこう攻めたいなっていう感じですかね。 4-4-2 なら中盤2枚が前に行くっていうのが攻撃の厚みを増すかなってと思いますね。うん、サイドの中盤ってことですよね。はい、自分はサイドバックを外側に上げることが多いので、サイドハーフの選手を少し中に絞らせるとかも、ああ、なるほど、やりますね。サポートラン、これ例えば右スティックで右左にやると、はい、それで変わってので、あ、サイドに張る、自由に動く、なるほど、中へ切り込む、なるほど。例えば切り込ませて、サイドバック、敵のサイドバックを絞らせて、大外に自分のサイドバックを走らせるとかっていうのができますね。なるほど、インターセプト、ランタイプ、ここですね。はい、オーバーラップ、インバーテッド、
内側じゃなくて外側ですよね、はい、だからオーバーラップこっちにしとけばいいってことですね。こんな感じでいいんですかね。じゃあとりあえず、はい、まあ、エベラウドは一人ちょっと真ん中に刺すような形にして土井がちょっと降りるような形ですかね。中盤2枚の片方を上げるにしてるので片方上がらないにしてるのは結構いいのかなと思いますね。あ、ここ2人ですね。はい、そう、実際のプレーとかも考えてレオシルバ結構勝手に行っちゃうんで、まあ、ミサオは残しとこうかなと実際のゲームを想定しながらちょっとやってみました。中田さん、この設定で大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい、じゃあ試合行きましょう。はい、それではプレーしたいと思います。雪です ね、 ちょっと滑りますね。今のもいいサイドバック上がってましたね。いい上がり、うん、入った。これは素晴らしいんじゃないですか、今の崩しちゃんと中に絞った白崎選手が結果残しましたね、戦術通りやった。ここでもうサイドバック上がってますね。本当だ。クロスからってやっぱ難しいですか、ゴール取るのは。そうですね、 FIFA20 のシステム上難しいですね。ほら来たー、今のはちょっと満足っす俺。やっぱ戦術変えるとやっぱ選手が出てきますねそうですね、うん、やっぱ指示通りに動くと、そう、ちゃんと走り込んできたりするんで、それだけでもう発見っす。うん、いいじゃないっす。ほら来たー、ナイス。やばい、そう、そういうことやっちゃダメなんですよね先ほどクロスからの点は入りにくいって言ったんですけど、逆に返せば守備の時クロスを上げさせてもいいっていう、そういうことですよね。パスコースを切るのを優先するっていうのを FIFA20 で勝つ方法です。こういうので決めたい。でも俺もこういうゴール決めたいんですよ本当は。ダッシュボタンを押すとドリブルが大きくなってしまうので、押さないことで細かくドリブルするっていうのは取られないために必要な方法ですね。相手が結構プレス来てますね、これは。来てますね。こう相手が戦術変えてきた時にまたこっちも変えるっていうのも対人戦だと結構重要になってきますね。これはまずいですね。大丈夫、遅らせる。いい対応、遅らせる。 4-4 ブロックでちゃんと今のところ守れてますね。よし、あ、違う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 、この辺のドリブルのセンスだよな取られないように外向きながらとか、まあ、絞ってるんで中に人数が多い分こうカウンターとか攻めやすいですね今の。試合終わりました。はい、お疲れ様です。いい試合でした。お疲れ様です。いやー本当にあのアドバイスのおかげですごく気持ちいい試合ができました。今日はまあ、いいプレーはできたとは思うんですけども、まあ、より良くするためにぜひナスリさんにアドバイスをいただきたいなと思います。はい、やっぱりまずはボンミスですね。ボンミスから失点してしまうとやっぱり精神的にガクッときたりしてしまうので、うん、本番ではやっぱそういうボンミスはなくした方がいいかなっていうのと、はい、あとタメを作る時のドリブルを、うん、敵からボールを少し離しながらドリブルするっていうのを意識してもらえればもっとうまくいくんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。まあ、その点は本当に気をつけながら実際に大会に出場させてもらいますので、その時はしっかりとこうアドバイスもらったところは直しつつ、褒めていただいたところはもっと伸ばせるようにね、
頑張っていきたいなと思います。はい、一緒に頑張りましょう。応援してます。ありがとうございます。はい、ということで、次は次回は、実際にオープン予選に出場します。ぜひお楽しみに。皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた次回会いましょう。さようなら。さようなら。プレイステーション。